内訳は県発表が八十五人、静岡市発表が二十五人、浜松市発表が二十一人でした。合わせて百三十一人で、先週の月曜日より四十七人増加しました。死者の発表はありませんでした。県全体の病床使用率は七点四パーセント。直近一週間の新規感染者数は前の週の一点三二倍です。